初めて話すと思いますけど、いかがですか、今回の勝負。私はね、選挙前から、小池知事が本当にどれだけ街頭に立つかがポイントだって言ってきましたですよね。やっぱりファーストの候補者の方って大体みんな見たことも聞いたこともない人が多かったわけで、ほとんど知名度みたいな、だから知事がね、気力と体力を継ぐ限り知事は勝負師なんだよ、これはもう小池さんが出れば出るほどそれはファーストの支持は上がるなって思いました。だから私が八丈島に行ったら、知事が最終日に八丈島に入られてるんで、私はギャッと思ったんですけどね、飛行機が飛ばなかったんですが、それはあの八丈島に知事が最後に行かれて聞いて執念は感じました。小池さんが安倍さんであって飯島さんを押してくれたことはどう思いますか。それはさっきも言ったけど、小池さんって私楽しいことしないったことないんですよ。辛いこと苦しいこと、森や時間の問題の防衛省とか、あるいは